福島市では原発事故直後に放射能が流れ込み、毎時24マイクロシーベルトという高い空間線量を記録しました。中でも阿武隈川に面した渡利地区は、雪に運ばれた放射能が土壌に沈着しました。渡利地区の河川敷3カ所で調査を行いました。そのうち最も汚染が高かったのがこの排水路です。雨や除染の時に出た水などがここに流れてきます。オーバー、ここずっといっぱい。そうですね、毎時30マイクロシーベルト30超えてると。そうですね、えらい高いです。毎時30マイクロシーベルトとは、もしここに人が立ち続けたら34時間で年間の被曝限度量1ミリシーベルトを超えてしまう強さです。放射線を発していたのはこの黒い土です。測定の結果、1キログラムあたり43万ベクレルという高濃度のセシウムが検出されました。5月上旬、東北地方を低気圧が通過、福島でも100ミリ近い雨が降りました。その翌日、渡利地区の排水路を水が流れていました。水は汚染された土の上を通り阿武隈川へと流れ込みます。阿武隈川には200近い支流と無数の排水路があります。雨で増水するたびに泥水が流れ込み、下流へ移動していくのです。